のね、超能力をたくさん使っちゃってもこうやって大地のパワーでチャージ完了。バッチリだよ。主様、もしお仲間の体力が気になるようでしたら全回復を試してみるといいかもしれません。ただし回復は1日に1回が限度のようですので、回復するタイミングは慎重に考えた方が良さそうです。ところでさ、あんたこの塔に来るの初めてじゃないのよね。前は誰と来たの？カオンの2人とトゥインクルウィッシュの。へえ、そうなんだ。あんたって本当に女の子の知り合いが多いわよね。別にそれが悪いって言いたいわけじゃないわよ。言いたいわけじゃないけど、その、あかり、お兄ちゃんの初めてが良かったな。お姉ちゃんもそう思ったんだよね。私たちに先に声をかけてくれれば良かったのにって。そうね。違う、別に私はそんな風に思ってなんかないわよ。あんたが誰とどこに行こうかあんたの勝手だし、私がとやかく言う権利なんてないわけだから。権利はないかもしれないけど、気持ちを伝えるのは自由なんじゃないかな。今の惜しかったな。でもさっきよりも前進してるよね。この調子でいけば、あかり期待しちゃうな。これからも諦めないで頑張ろうね、お姉ちゃん。そうね。で、一体何の話？なるにゃん。
カネと言うなら、それ
鎧も私も鍛え直す。
願いします。あー疲れる。やっこっちかしら。避けたら許さないよ。攻めていきましょう。くらえ。開けてびっくり。どっかにはやりますか。糖分補給。しみるね。やったー。どっかー。いくよプッチ。プッチフルスイング。すごいですね。優雅に決めるわ。風の精霊よ、大気の加護を。おい邪魔邪魔。それ、はい、おそわけ。足止めします。はいはい、避けたら許さないよ。プッチプッチフルスイー。攻めていきましょう。あいちゃん起きて。糖分補給。よ、足止めします。人々を守るのが私の役目です。Thank you.
けいけ。すまない。お兄ちゃん見てて。ウサギさんスラッシュ。いけいけだぜ。じゃなくてフラッシュライブ。クライマー。ハートブレイク。止まりなさい。止まりなさい。こんなの情報になかった。テンションを荷下げ。悔しいな。